横須賀緑層誤爆事件とは、1975年9月4日に、神奈川県横須賀市で発生した爆発事件である。1975年9月4日午前2時36分、頃、神奈川県横須賀市不入都町の木造2階建て、アパート、緑層の1階102号室で、突然大爆発起こった。この爆発で同室にいた、男女3人と、 真上の部屋の母子二人の合わせて五人が死亡、九人が負傷したほか、緑僧と林家一棟が全壊し二棟が半壊、三十六棟が一部損壊した。五人の遺体は30メートルほど離れた民家の庭などに散乱にし、中には頭部や手足が吹き飛ばされた遺体もあった。当初は、プロパンガスの爆発事故と見られていたが、神奈川県警察が捜査したところ、 死亡した102号室の男女3人は、革命的共産主義者同盟全国委員会の活動家であることが判明した。中核派が初めて爆弾を使用したのは、70年安保闘争最中の1969年10月21日、米軍立川基地内島であった。この時使用されたのは、紙炎島爆弾で、直径約5センチメートル。 長さ約14センチメートルのボール紙の筒に黒色火薬を詰め黒色火薬を詰め込んだ紙小よりを導火線とした簡単なものであった当時極左が製造していた爆弾はピース缶や空き瓶を容器としており火力が小さくまた点火不良による不発も多かった使用目的も対人殺傷というよりはむしろ世間の注目を集める ことに主眼が置かれていた。しかし、1971年6月17日、赤軍派が起こした、明治公園爆弾受験以降は、大人殺傷目的へとその目的が、凶悪化していった。当時は、昭和天皇の訪米が予定されており、中核派はそれを阻止しようと、皇室関連施設の爆破を企て、このアジトで爆弾を製造し、 翌日の結航のため準備していたところ、誤って爆発させたことが分かった。この事故により、中核派は爆弾闘争の頓挫を余儀なくされ、以後9年間爆発物の製造を断念することになった。ありがとうございます。